城県外出身の有名人に茨城の美味をお取り寄せ。たくみさん、いつも美味しいものありがとうございます。さあ今回は何ですかね、楽しみです。じゃあ早速いきますか。いきますよ。じゃーん、おー、なんかすごい高級感ある。あ、ジュエルロブションって書いてあります。世界的に有名な三つ星とか取ったことあるレストランですよね。そのジョエル・ロブションのパン屋さんが作ったものなんだよな。日本でも恵比寿にレストラン、渋谷などにお菓子屋さんやパン屋さんがあるよね。今回の一品はそんな名店のパンのシェフが茨城の名産で作った期間限定のお菓子。ちなみにオートンヌはフランス語で秋って意味だな。なんか芸術作品みたいですね。でも中には大きな栗が入ってます。もしかしてこれが茨城の栗ってことですか？その通り。やっぱり茨城の栗美味しいんですよね。茨城県は栗の収穫量が日本一。この商品では風味にこだわった茨城県産の栗を丸ごと使用。生地には甘酸っぱいカシスを練り込んでるんだって。世界的名店と茨城の名産がこのコラボしてるデザートいただきます。いやちょっと真ん中の栗たっぷりなところからいきたいと思います。栗のホクホクとこの優しい甘みっていうのがしっかり残ってるし、後半の方にカシスの香りがふわーっとこう押し寄せてくる感じがして、本当にご褒美のデザートですね。これ贈り物としても良さそうです。魅力を知って茨城推し、詳しくはサイトをチェック。